ジョルジュ・ユルバンジョルジュ・ユルバンは、フランスの科学者。1907年ルテチウムを発見した。パリで生まれた。パリで科学を学び、特にキドる元素の研究を行った。1908年から、ソルボンヌ大学の科学の教授になった。1907年、新元素を発見し、出身地パリの古名からルテチウムと命名した。ルテチウムについては、オーストリアのカール・ベルスバッハも、 ほぼ同時期に発見している。1911年にもハフニウムに相当する、新元素を発見したと考え、セルチウムと命名したが認められなかった。絵を描き、彫刻を行い、ピアノを弾き、作曲もする多彩な趣味人であり、アリストクセノスの墓と題する音楽様式詞の著作もあり、同書では、ドビュシーやストラビンスキーのような当時最新の音楽のフレーを豊富に挿入している。 ユルバンの作曲した作品について、ユルバンの門人、柴田裕二の一人息子である、柴田奈美夫は、素人の作曲によくある、非常に音符の混み合った、弾きにくい曲で、ドビュッシーとルッセルを一緒にしたようなスタイルだが、とにかく一応は、ピアノ曲らしくなる曲と評している。ありがとうございます。